はい。皆さん、こんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。2024年の4月の26日です。トランプさんの情報をお伝えします。昨日はトランプさん、出廷しているんですが、その前になんとニューヨークの市内に現れました。ブルーカラーの人、警察の人とか消防の人とか、あとは労働組合の人たちのところで触れ合っておりました。 このような形で触れ合っているんですが、トランプさん、デブってますよね。太ってますよね。って思ったんですよ。あれ、トランプさんってこんなに太ってたかなと思って、よくよくじーっと見ていたらですね、異様な太り方なんですよね。つまり、防弾チョッキ着ていますね、トランプさん。今はちょっとわかりにくいんですけども、明らかに、いつものトランプさんのシルエットと違うので、やっぱりニューヨークなので、 何が起こるかわからないからかなと思いながらみ。ほら、なんとなく厚みがないですか防弾チョッキ来てるんじゃないのかなと私は思っています。で、この消防士の方ね、この後聞かれるんですよ。トランプさん、どうですかで、バイデンは絶対ないって。バイデンに一言、クソったれみたいなことを答えてます。 これがね、その姿なんですよね。これは法廷に行く前に訪れたということでした。そして法廷に出廷した後スピーチをされています。6分くらいのものです。それを最後にお届けしたいと思います。まあ、こんな感じですね。皆さん、本当に嬉しそうですよね。あ、ほら、トランプさん、やっぱりね、防弾チョッキ着てるでしょ。どう考えても、この体の厚みがいつもと違う。 人々に勇気を与えていますね。はい。そして、トランプさんの SNS の中から書き込みをご紹介して、そして最後に、裁判の後に行ったメッセージをご紹介したいと思います。それでは、まずは書き込みからご紹介したいと思います。Steam Fitters Local 638マネージャー。 大統領が来てニューヨーク市のブルーカラー労働者と対話するのを見るのは素晴らしいことでした。私は労働組合で世論調査を行ったところ、トラ氏が梅田を3対1でリードしています。私たちはインフレ、ガソリン価格、不法移民にはうんざりしています。という発言を紹介しています。次、元トラ親分の白い家の弁護士、トラ司法省高官、最高裁判所書記官、ジェームズ・バーナムによる重要な記事、 こちらは別枠でご紹介したいと思います。次。お我が国の不正不代礼を操作しなかったことで多くの偉い人たちを失望させた元エイジー・ビルバーは、私が彼のことを弱く、動きが鈍く、無気力で根性がなく怠け者と呼んだにもかかわらず、たった今、私をボス候補として支持してくれました。ニューヨークポストによる、彼の心からの父に非常に感謝しているという事実に基づいて、 私は、私の声明から無気力という言葉を削除します。ビルさんありがとう。マガ2024。次、記事です。トラシは世論調査でリードしている、つまり膨大な数を意味するというタイトルです。ぶっちぎりで買ってるってことですね。次、世論調査ではトラシが梅田を圧倒。次、トラシ5番街のトランプタワーを執務室に変える。次、民主党は自らの反米行為を公開するだろう。次、 素晴らしい不レスが発表されました。米国史上最悪の大統領を大幅にリード。はい。そしてこちら、トランプはトランプタワーを執務室に変えるというタイトルで言っている番組なんですが、これ FOX ニュースが伝えている記事の中に麻生さんも出てきているんですよね。トランプさんは裁判で一日中縛り付けられていて、それが6週間ぐらい続くわけですよね。です。あの、 不二重戦には出れない。あ、今、麻生さんですね。だけど、その代わり、なんと、トランプタワーがまるで執務室になったかのように、ポーランドのアンチェイ・ドゥダ大統領もこの間、招かれましたし、今映っている麻生さんも招かれています。そのように、もうここが完全に執務室になっている。梅田たちの戦略は裏目に出ているだろうということです。そして、ここに来るまでに、 ニューヨークの街中に出ていろんな方と触れ合っています。トランプさんのその前向きな戦略というのが何とも皆さんを元気づけているようです。次、根性のねじくれ曲がった梅田はシャーロッツビルのため立候補したと堂々と言っていました。もしそうだとしたら彼は本当にひどい仕事をしたということになります。なぜならシャーロッツビルは今この国中で起こっている暴動や反イスラエル抗議活動に比べれば ピーナッツのようなものですから。そして、それは根性のねじくれ曲がった梅田のせいです。毎回間違ったメッセージが表示されます。事実は、根性のねじくれ曲がった梅田はイスラエルを憎み、ユダヤ人を憎んでいるということです。問題は、彼がパレスチナ人をさらに憎んでいるのに、どうすればいいのかわからないということです。と書き込みがありました。そして裁判が終わった後、 というか裁判の休憩時間になされたようですね。そのメッセージを日本語にしましたのでお聞きください。音声は消したいと思います。どうもありがとうございます。非常に大きな出来事が起こっています。最も大きな出来事は GDP が1.6%まで下がると発表され、さらに下がっていることのようです。状況はさらに悪化します。 カリフォルニア州のガソリン価格も7.6ドルと発表されたばかりです。ガソリンがかなり上がっています。エネルギーコストは大幅に上昇しており、株式市場はある意味で暴落しています。数字は非常に悪いです。こちらはバイデノミクスです。バイデノミクスは国境で我が国を破壊し、他国と共に我が国を破壊しています。彼らはもはや米国を尊重はしていません。ドルは通貨に関して非常に困難に陥っていると思います。 これがスタンダードになるでしょうし、私にとってもそれがスタンダードになるでしょう。梅田で私たちはドルという基軸通貨を失うことになるでしょう。それは私たちがこれまでに負けた最大の戦に負けることと同じでしょう。残念ですが、1.6まで下がっています。そして、そんなことが起こるとは誰も思っていなかったと言っておきます。ここからさらに格好します。それは非常に悪いニュースです。 今朝私は素晴らしい人々、建設労働者、チームスターやその他の組合、そして組合に加入していない人たちと会いました。素晴らしい朝を過ごしました。素晴らしい指示の表明、過去24時間でいくつかの素晴らしい世論調査が行われました。私たちは激戦州でも全国的にも上昇しています。ニューヨークは伝統的に共和党が勝利することはありませんでした。50年前はそうでしたが、今は違います。そして、 ニューヨークに勝つチャンスは十分にあると思います。ビッグプレイをしてみます。私たちは集会をするためにサウスブロンクスに行くつもりです。マディソンスクエアガーデンで集会を行う予定です。私たちはそれを実現するためにマディソンスクエアガーデンと契約していると考えていると信じています。私たちは警察と消防士、そしてすべての人たちを称える大規模な集会を開きます。ちなみに、 私は指導的立場の人を含めてたくさんの人を知っています。一部の非常に貧弱なリーダーシップと非常に悪い連携をとっている指導者を称えていますが、ニューヨークを機能させている人々を称えるつもりです。そして一週間のうちに大規模な集会を何回も行うことになるので非常にエキサイティングです。ニューヨークで勝つチャンスはかなりあると考えています。そして繰り返しになりますが、これらの激戦州はどの州でもリードしていました。 そして少しずつではなくかなり多くの量で。しかし今日の大きなニュースは GDP1.6% を見ると、これは誰も考えもしなかった数字であるということだと思います。本当に悪い数字です。そしてその予測は間違った方向に向かっているようです。それが今日の株式市場がこれほど大きく下落した理由です。その間、この裁判で私の憲法上の権利は剥奪されました。しかし、 すべての専門家、すべての法学者、すべての尊敬される学者は、これは基礎要因はないと述べています。ここには裁判はありません。単なる政治的な魔女狩りです。どうもありがとうございます。と、一回、後ろを振り返って部屋に帰ろうとしたんですが、また戻ってきております。今日最高裁判所が非常に重要な文書を提出していると思います。私もその場にいたかったのですが、 この裁判官はそうはしませんでした。私はそこにいるべきでしたが、彼はそれを許しませんでした。彼は自分を最高裁判所よりも上位に置いていると思っています。残念なことです。しかし、大統領面積特権に関する議論は非常に重要です。大統領には面積が必要です。これは私には関係ありません。これは100年後の戦令に関係するもので、面積がなければ何もできません。儀式的な大統領になってしまいます。 ただ何もしないことになります。良くも悪くもリスクを負う必要はありません。つまり素晴らしい決断を下して国を救うか、それとも何らかの決断を下すことになります。それが現実です。しかし面積がなければ何もすることはできません。面積がなければ役職を辞めたり、ある地域や国に行ったり、自分がやるべき多くのことをした後に起訴されるということになるからです。私たちは形式を望んではいません。 私たちは本物の大統領を持たなければなりません。そして適切な人材がいると仮定すると、それは大きな違いを生む可能性がありますが、私が大統領を務めていた4年間、私たちが世界中で尊敬されていたことがわか,かりました。私たちの経済はこれまでで最高でした。全てが良かったです。私たちに戦はありませんでした。私たちはアイシスを打ち破ったし、戦もありませんでした。何もありませんでした。 私たちは世界中で尊敬されていました。それが今では発べきことになっています。我が国には史上最高の水,水に恵まれた我が国の有史以来最高の国境もありました。571マイルの壁、私たちはあと200マイルを建設するつもりでした。私が建設するつもりだったものよりもはるかに多くの距離の壁を建設するつもりでした。しかし、 尊敬される国があったのに、今では冗談の国ができてしまいました。世界中で笑われていますよ。そして、すべての大学で暴動が起きています。封鎖されている唯一の場所はこの裁判所だけです。彼らはここに支持者を入れたくないのです。彼らは聞きたくない。誰にも聞かせたくないのです。そして、これはボタンを止めたベストのように固定されています。コロンビア大学、ニューヨーク大学、大学でも同様のロックダウンを行ったとしても何の問題も起こらないはずです。 しかし、そこにテントを張ることはできます。好きなだけ滞在できます。しかし、この裁判所は封鎖されている。5ブロック以内には人がいません。ここにはより多くの警察がいます。私が彼らをニューヨーク最高級と呼んでいるのは、それが彼らそのものだからです。そして、彼ら、警官たちは、ここでこれを続けたくはありません。彼らは状況を改善したいと考えており、 大学にいて何が起こっているのかを確認したいと考えています。もしそれが大学で起こっていることなら、それは発べきことです。世界中で人々が私たちを嘲笑っています。おそらくどこの国でも、この国は現在最も経営状況が最悪な国です。我々には災難の大統領がいます。私たちの国の歴史の中で最悪の大統領がいます。刑務所や精神病院から入ってくる何百万人もの人々、 そして、これまで見たことのないレベルで入ってくるテロリズムを見れば十分です。さあ、今から部屋に入って裁判の前に座ります。不代で妨害。彼らはそうやって自分たちが当選すると考えているのです。しかし、私が調べている限りでは、それが私の数値を押し上げているのだと思います。何はともあれ、裁判所に来てくださって誠にありがとうございました。と言って、裁判のお部屋の中に入っていきました。 以上、今回はここまでとしたいところなんですが、なんか言うタイミングをずっと逃してしまっていたので、今無理くりここに入れたいと思います。テレグラムのあの創設者の方にタッカー・カルソンさんがインタビューしていたあの件なんですけども、気になってることをちょっと言いますね。まず、彼にとって一番重要なのは自由だっていうことなんです。そして、それを守るために人々の表現の自由と集会の自由を守るっていうのが大切なんだ。だからこそ、 中立というものを保っている。自分と意見の合わないものでもプラットフォームから追い出すことはないのだと。だからこそいろんな人がテレグラムにアクセスしていて、今9億人になってるんだそうですねで。2014年の宇野国や香港の雨傘革命の時なども反政府運動に活用されてきたんですって。そして、なんとなんとなんと、2022年の6月6日のあの事件の後、民主党議員から テレグラムの人々、テレグラムの中でやり取りしていた人々の情報を出せという要求がね、文書で来たんですって。出さないっていうことは合衆国憲法に違反するぞという脅迫めいたことが書かれていたと。その後、間もなく今度は共和党からも文書が来たんですって。で、情報を出すっていうことは合衆国憲法に違反するっていう書いてあると。どちらが言っていることも、どちらの要求も破ったら合衆国憲法に違反だという 内容だったと言ってちょっとあの笑ってましたそしてこういうのようなわけのわからない要求に対してあなたはどうしたんですかみたいなことをタッカーさんが聞いたらもうこういうわけのわからない要求は無視するのが解決の道なんだとおっしゃっていましたこのねテレグラムの創設者のね方めっちゃいいんですよもう1980何年生まれなんですけどこんなにね こう凛々しい顔っていうのを、日本の若者にこんな凛々しい顔してる人ってめったに見ないじゃないですか。もうやっぱり生き様が顔に出るんですよね、と思いつつ、はぁ、と思って見ておりました。はい、以上、今回はここまでです。それではまたありがとうございました。